ちゃいますか。ええ、しちゃうんですけど、つまらないですよね。なので、冷蔵庫にちょっと余ってるものを加えてほしいです。豊本さんおすすめのちょい足し具材が、あまり出したニンジンやごぼう、こんにゃく、油揚げ、どぶつ。やはりお米のつぶつぶ感みたいなのを出したいんですよ。うん、自由に広げる方っていうので、これだけですとちょっと具材柔らかすぎるかな。なので、新しい食材をちょっと、ああ、口の中を見せたりして。結婚して2年の虻川さんが加える具材を切っていくと、これはまあ相性です。現実のつながり方です。冷蔵庫の一つの違いです。水の量は炊き込みご飯の元に書いてある通り、具材を増やしても水の量は変えなくていいんです。あとはこれで炊くだけ。こっちとな。難しくないんですね。富士山は。じゃあ